はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。パーマをかけていきます。パーマの内容はデジコアパーマをかけていきたいと思います。あと、モデルさんの方でちょっとこの毛量がやっぱ気になってるっていう部分がありまして、強いて言えば髪の毛のここの広がりはちょっとあるんで、この広がりを抑えてあげてどうするかというと、この広がり自体をもうちょっとこっちにギュッと持っていく感じですね。で、前髪がちょっと先ほど言ってたんですけれども、前髪が今ちょっと伸ばしてるんですけど、ここまでしかなくて前髪サイドって独立してしまってるんで、カットで前髪を長くします。カットでだいたい5センチぐらい前髪が長く見えるようにカットしたいと思います。はい、モデルさんのビフォアの状態がこんな感じ。カットデジコアで1時間半ぐらいいきましょう。はい、まずね、テイクセニング入れていきます。なぜかというと、モデルさんのやっぱ広がりの原因はテイクセニング、ここの部分かと思いますから、この部分の量を取ります。ここのくびれ感ラインが出つつ、これにパーマをかけると可愛いかなって感じでして、よりもともとの形よりも、バランスが良くなったかなと思いますね。これ取るとね、ちょっと髪の毛出ちゃうんであれですけど、もっとわかるかなって思うのが、結構ここのラインがシュッてここに入るんですね。で、この柔らかさが出た上でパーマをかかっていくとより可愛いかなって思います。デジコアパーマって何かっていうと、はい、じゃあ例えばデジタルパーマ、はい、皆さん知ってるデジタルパーマどういう風になるかっていうと、はい、ハケでストレート塗布していきます。流します。こちらでハーフドライします。ロットを巻きます。温度100度ぐらいにします。で、乳液をつけますっていう感じの流れだと思うんですね、一般的なデジタルパーマの流れは。で、僕1点疑問点があるのが、はい、こんな感じに仕上がったんですけど、ここがテイクセニング入れたことによってシェイプされることによって毛先の重さがはっきり分かるっていう感じですね。で、もともとのAラインはこういう感じだったんですけども、こんな感じでもざっとなってたんですが、ここら辺がちょっと変わるかな。で、前髪のウェイトがちょっと下がったかなと思いますので、前髪と、サイドの先ほど言いましたけど、ちょっとつながったので、こういう風になります。ただちょっとこっち側から分けてもかっこいいのかなって感じがしますね。こっちかな？どっちでしょうね。あんまやんないですね。ということです。